はい、こんにちは。今日は2021年山口大学の問題です。問題はこちらです。 J は自然数として SJN イコールシグマの K が1から N までの K の J 乗と N イコール1に点点点と置くと、で、括弧1は全ての自然数 N でこの等式が成り立つことを示せ、括弧2は S4N を求めよといった問題ですね。これはシグマの公式の一般化ですね。例えばこれ J を1にしてみましょうか。 S1N っていうのを求めてみましょう。J を1にすると、これはシグマの K が1から N までの、これ K ですよね。まあ、これはよく知られてますよね。こうなるよと。じゃあ S2N はっていうと、J を2にしたとき。まあ、これは K が1から N までの K の2乗になりますね。J を2にしたときは K の2乗。ですので、これも、まあ、6分の N カッコ N プラス1カッコ 2N プラス1ですね。これは公式として知ってますよね。S3N はっていうと、今度 K を3乗にしたものですから、こうなるよと。まあ、これは2分の n カッコ n プラス1の2乗ですね。こんな風に、まあ、これらは公式としてよく使うかなと思います。で、これを一般化したものってことです。今回 S4n を求めたいってことなんですが、まあ、この公式を導いて求めてくださいねと。つまりここ見てみると j プラス1が j にできますよってことですね。つまり4であれば、ここ j を3にしたものですから3にできますよと。3の式で表せて、じゃあ S3 はっていうと S3N は求まるわけですから、これを使って求めて計算してくださいねということを言ってるわけですね。で、じゃあこれを示したいんですが、すべての自然数 N でってことですので、数学的機能法でやっていきましょう。じゃあまずは N が1の時ですね。N が1の時、N に1を代入してみると、ここ1になって、Sj プラス1の1イコール、ここ1ですので、マイナスシグマの K が1から1までですね。Sjk 足す2倍の Sj1 になりますね。これ N を全部1にするとこうなりますよと。これが成り立つことを示したいよと。じゃあまずこれはっていうと、これ計算しましょう。Sj プラスの1の1っていうのは、ここ J を J プラス1にして N を1にしたものですから、シグマの K が1から1までですね。K の J プラス1乗と。こういうふうになります。これ計算すると結局、K が1から1までですから1の時ですね。つまり1の J プラス1乗ですから、これは1になるよと。で、次、こっち側見てみましょうか。じゃこれはっていうと、K が1から1までですから、結局 K は1ですので、マイナス Sj1 ですよね。で、これとこれ合わせてみると、これ足す2倍のこれですから、これ結局ここ計算すると、これ足すこれっていうのは、Sj1 ですよね。これ足すこれっていうのは Sj1。じゃあ Sj1 が1になれば OK だなと。Sj1 は n を1にしたときですから、シグマの k が1から1までの k の j 乗ですね。これ結局 k が1ですので、1になるよと。ということで、左辺と右辺が等しいよということが示せて、n が1のときは成り立つことが言えました。で、続いて、n イコール m で成立すると仮定しましょうか。つまりこの n を今 m に変えましたよと。これが成り立つと仮定して、m プラス1で成り立つことを示せれば OK だと。じゃあここ m を m プラス1にしましょう。 sj プラス1の m プラス1、これを考えましょう。これはっていうと、この式に当てはめると、 j を j プラス1にして n を m プラス1にするわけですから、シグマの k が1から m プラス1までの k の j プラス1乗ですね。で、これっていうのは、m までで区切りましょうか。そうするとこれが出てくるわけですね。k が1から m までの k の j プラス1乗。で、あと m プラス1だけ別にすると m プラス1の j プラス1乗ですね。m プラス1の j プラス1乗。こうなりますよと。m までで区切って、あと m プラス1を代入したものは別にしましたよと。そうすると、ここの部分っていうのが、ちょうど sj プラス1の m ですね。これが出てくるよと。今この仮定を使いたいので、これを登場させましたよと。これは今 j を j プラス1にして、今 n を m にしたものですから、これですよね。ということで、ここがこれですので、 sj プラス1の m、 ここは sj プラス1の m ですから、これをこれに置き換えましょう。そうするとマイナスシグマの k が1から m までの sjk ですね、足すこれですので m プラス1の sjm、 それからこれですね、足す m プラス1のj プラス1乗と、こういうふうになります。で、今、ここを、今、m を m プラス1にしたいわけですね。今、これイコールの形にしてるんですが、これ m を m プラス1にしましたよと。で、ここ全部 m プラス1で成り立つよってことをしたいわけです。
ですので、ここまず M プラス1にしましょうか。すると、マイナスシグマの K が1から M プラス1までにしましょう。この SJK っていうのは、今 M プラス1にした分を追加しているので、これ M プラス1を代入すると、マイナス SJM プラス1ですね。これを今追加したらこれになったわけです。これにこれを追加したよと。ですので、イコールにするために、プラスの SJM プラス1にしてあげれば、これで打ち消されますよね。これとこれを足せば、これになるよと。等しくなりますよと。ということで、こんな風にできます。これでここが M プラス1になりましたよと。で、あとこれとこれとこれですね。まあ、これは後ろにつけておくと、これ、M プラス1、SJ、M 足す、M プラス1の J プラス1乗ですね。で、ここっていうのは M プラス1でくくると、こうなって、M プラス1の J 乗ですね。こうなるよと。で、ここの部分っていうのは、SJM っていうのが、これ、N を M に変えたものですから、K が1から M までの K の J 乗ですね。これに M プラス1の J 乗を足すわけですから、これっていうのは、この M を M プラス1まで足したものってことですね。つまり、シグマの K が1から M プラス1まで足しますよと。K の J 乗を。こういうことになりますね。ということなんで、これとこれ足すと、これですよと。つまり、M プラス1ですね。SJM プラス1になりますよと。これっていうのは、SJM プラス1ですよね。こうなるよと。で、じゃあまずここはこのまま置いといて、M プラス1までの SJK 足す、ここは SJM プラス1足す、M プラス1の、ここがこれですよと。SJM プラス1ですよと。つまりこれとこれ等しいわけですから、これとこれ合わせると M プラス2になりますね。M プラス2の SJM プラス1。M プラス2の SJM プラス1と。こういうふうになります。ということで、これで言えましたよね。この M が M プラス1に変わったよと。M プラス1が M プラス2になって、M が M プラス1。ということで、ちゃんと番号1個ずつ M が M プラス1になったものが現れたよということで、これで数学的機能法により成り立つことが言えましたと。続いて、括弧2です。S4N を求めたい。これを使ってやっていきましょうと。S4N は、この J を3にすればいいわけですね。J を3にしますよと。つまり、マイナスシグマの K が1から N までの S3K 足す N 足す1の S3N というふうになります。で、S3N っていうのは、この J が3の時ですから、K の3乗。この公式が使えますよね。2分の N 角 N 足す1。これの2乗ですよと。で、ここ S3K っていうのは、この N を K に変えるわけですから、こうなるよと。で、これを計算して求めていきましょうと。で、これ、4分の1ですね。で、マイナスがあるので、マイナス4分の1のシグマの K が1から N までの、これ展開すると K2 乗の K 足す1の2乗ですから、K2 乗足す 2K 足す1、これの K2 乗をかけるわけですので、ここの部分っていうのは K4 乗足す 2K3 乗足す K2 乗になりますね。こうなるよと。で、あとここはっていうと、4分の N2 乗 N 足す1の3乗になりますね。これとこれ合わせるとこうなるよと。ということで、これを計算しましょう。で、ここでまた K4 乗が出てくるんですが、これっていうのは、要するに K、J が4の時、つまり S4N ですね。これは S4N ですから、マイナス4分の1の S4N。で、あとはここは計算しましょうか。ここは今、K3 乗ですので、これですよと。で、4分の1と2分、2をかけるので、マイナス2分の1の、これですね。で、これ展開すると、4分の、N2 乗、N 足す1の2乗ですので、マイナス8分のですね。こうなるよと。で、それからあと、マイナス4分の1の K2 乗。これは6分の N カッコ N 足す1、2N 足す1ですね。で、あとこれ。プラスの4分の N2 乗、N 足す1の3乗。これを計算すれば、求まるよと。で、ここは今、これイコールこれだと。で、これをこっちに持ってくると、結局、4分の5の S4N ですね。4分の5の S4N っていうのが、これと、これ。これを計算したものということになります。じゃあ、これ計算しましょう。じゃあ、まずここの部分が計算しやすそうですよね。ですので、これ8分の2して、8分の2ですね。これとこれ計算してやっていきましょうか。そうすると、これ8分ので、N2 乗と N 足す1の2乗が出ますよと。
N2 乗 N たす1の2乗を含ると、ここがマイナス1で、こっち側が2と N たす1ですね。2括弧 N たす1ですから、これ計算すると 2N たす2で 2N たす1になりますね。ここは 2N たす1と。ということで、まずはここを計算するとこうなりますよと。あとこれを足せば OK。これは24分の1ですね、マイナス。マイナス24分の1の N、N たす1、2N たす1ですから、これを24分の1にして、N と N たす1を前に出しましょうか。あと 2N たす1ですね。こうなると。で、くくると、3倍の N、N たす1ですね。で、こっち側はマイナスの1ですよと。つまり 3N2 乗プラス 3N マイナス1と。3N2 乗プラス 3N マイナス1と。こうなるよと。まあ、こんな形になりました。これがこれですので、あとは5分の4かければ、S4N っていうのが5分の4かけると、30分の1ですね。の N、N たす1、2N たす1、3N2 乗プラスの 3N マイナス1ということで S4N 求めることができました。以上です。ありがとうございました。